あ、おさむさん、仙台の町。仙台、町じゃないですか、ね。町じゃないですか。これ、ヘルメットが、楽天のヘルメットが乗ってるんですよね。で、あの、しれっとおさむさんおるんですよね。はい。急におるんですよ。はい、急にいるんですよ。いつも急なんですよね、おさむさん。急ですね。急におるんですよ。予告なしでね。予告なしで。予告はありましたか、もう。あ、そうですね。予告はありました。はい、で、今これ、楽天。楽天のスタジオ、文字ですよ。どれ見えて見て。どれですか、どれ。これ、ここ。あれ、市民球場みたいな。あ、あっちね。あっち、あー、かっこいい、かっこいい。はい、あ、めっちゃなんか、え、なんすか、こっちは。こっちはね、陸上競技場みたいなやつですね。あー。で、あれが、あれが楽天の、の、楽天生命パークですかね。生命つけちゃったんですか。生命パークですね、はい。生命ついちゃったんですね。あー。今停車中、ね、今停車中なんで、はい、ね、大丈夫なんですよ。今後そういうの気をつけていかんとね、はい、そうですっていう話を今しとったんですよね。そうです、そうです、はい、そこまた偉いことじゃ、うん、もう絶対ライブ中にパスコード解除したらダメですから、ね、そうですね、はい。まあね、おさむさん、おさぷりで、はい、仙台のプレスドライブしてるんですよね。そうですね、4ヶ月ぶりですかね。あ、そうです ね、 ね、この部分ね、おさぷりね、名古屋以来。まだノーマルタイヤのやつね。まだノーマルタイヤ。ああ、楽天って。あ、イーグルス、イーグルス。おお。噂のね。なら牛タン食べに行きましょうか。そうですね。ね。はい。誰かいるかもしれないですよ。え、あ、練習してる。練習してる。練習。あ、ほんますね、今いてますね。うん、室内練習。ほんなら牛タン食べに行きましょうか。ですね。はい。はい、あ、ここにね、持ってきたんですよね。そうですね。そう。決してビーチで持ってきたわけじゃないんでね。はい。大阪からね。大阪から。はい。スタッドレスが。はい。来ました。来ました。今停車中なんで。今停車中なんで。はい、今停車中なんで。目線 OK なんです。OK なんです、ね。あ、動き出した。で、チェーンは家なんですよね。はい。チェーンは家じゃないですね。乗ってるっすね。あ、ここ乗ってる、ね、乗ってるっすね。またその動画は後日。はい。はい。お、おさむさん、おさむさん。はいはいはい。仙台で何してるんですか、バッテリー変えるんですか、はい、あ、そうですね。サービスプラグ抜くんかな思って。はい。チャンス。これですか、はい。これ抜いて。抜いたら使いますか、やめておきましょう。やめておきましょう。まあ、早く牛タン食べに行きましょう。あ、ですね。はい。はい。ごめる、おさむさん。はい。仙台、はい、といえば、はい、一番絞りでしょう。ですね。一番絞り。というか、麺といえば、勝手に飲む。そうですね。これの。はい、じゃあ、僕も飲みたいな。家帰ってからね。はい、ライブ、ライブ、あ、お茶で乾杯です。お茶で。また今日飲みながらライブあるかもしれないです。そうです、ね。1時間ぐらい、はい。はい。で、これもお肉らしいです。ですね。ちょっと、まず飲みますね。はい、はい。牛タン屋さん、牛タンはこれは、これ何ですか。うんうんうん、うんうん、うまいです、ね、めっちゃうまいです。そうですね、なんか、牛タンチェーン、はい、チェーンとリキュー、僕は要望したんですよ、はい、チェーンじゃないとコンセプトずれるから、はい、チェーンにしてくれと、はい、ほんまだったら牛タンも食べたらダメなんですよ、はい、コンセプトです、松屋行かなかった。そうですね、そうですね、でもせめてやっぱ食べたいから、そうですね、せめてチェーンにしてくれと。そうです、ね、東京にもあるんですよね。です、東京にも多分あるんですね。でもマルゲンもあるから、マルゲンのもいいんかなと思ったんですけど、マルゲンもあるんですよ。仙台来てマルゲン行っとったらさ、つわものですよ。そうですね。でもね、空港にね、はい、空港駅に看板ありすぎるんですよ。はいはいはい、牛タンの、牛タンのね、はい、これはやっぱ避けては通れない。そうですね、ビールって経験上営業職だということで、はい、もうじき牛タン来るんだ、はい、はい、うん、テールスープって言いました。テールスープ、あ、来た、あ、ビートルがちょっと可愛くて、おお、ゆっくりどうぞ。おお、めっちゃいいじゃないですか、はい、めっちゃいいじゃないですか。これね、あの、これで1枚って言うんですよ ね、 そうですね、これで3枚って、それ衝撃知らんかったんですよ。はいはい、3枚って3枚しか3切れしかなくて、あの値段って思ったんですけど、
これは十分ですね。ですね、十分です。3枚で十分ですね。ほんで麦飯と、はい、僕普通の白いご飯でって言ったんですけど、はい、麦しかないですよね、はい、それなんか意図があるんですか。いや、わからないですけど。わからないです、はい、で、スープと、はい、おさむさん、なんか何回か食べてるんですよね。あ、そうですね、はい。あ、ほな僕ちょっと食べてみていいですか。はい、はい、スープ、はい、うん、熱い、熱い、熱い。まずブルーベシー、はい、ブルーベシー初めて、はい、これが飲めるようか、麦な、麦な味、このビールに合う、ビールに合う、はい。で、これは何もつけない、これ何もつけないのと、漬物と一緒に食べるとか、ね、一緒に行くんですか、はい、はい、何もかけない、何もかけなくていいです、うん、で、いきますよ、はい、牛タン、はい、牛タン、みんな待ってた絵でしょ、これですね、牛タン、はい、センター、はい、はい、あ、あ、うん、進みますね、進みますね、うん、めっちゃうまいよね、うまいですか、うん、はい、あ、めっちゃうまい、うまいですね、え、え、これおみやいるんじゃないですか、おみやいるから、おみや、うん、じゃあ、はい、牛タン、はい、一番美味しい、あ、本当ですか、はい、でもチェーン店です、チェーン店、はい、はい、おさむさんね、はい、地元のおさむさんの地元は地元まず、はい、おさむね、はい、いいね、はい、うん、うん、優しい、優しい。テールね。あ、テール。テール入れないけどね。はい。入れると。入れると。はい。いますね。でね、これね、お通しね。お通し。まさかビールないからまだ手つけてなかったですね。そうなんですよ。ね。いや、これ麦飯。麦飯、合いますね、牛タンにね。うん。僕白飯かなと思ったけど、合いますね。うん、合いますね。で、本番は獣と一緒に食べるんですね。わからないんですけど、いつもこうやってるんですよ。正解かどうかわかんないんです。若手の後輩がそのコールからね、頑張ってる。うん、でも、飲めねえから。間違いない。で、うん、やつやつが。うまいっすね。うまい。衝撃ですね。お酒が最大一番。で、あと、うん。うん。僕ら世代がコールギリギリだったんですよ、だから、そうですよ、だからコールをやったらおっしゃる、言うたおっしゃる、うん、言われたりして、ここのが美味しいんですよ、全部こんな感じ、やめたりとかしてました、まあそうですね、まあこんな美味しいもん、大体基本こんな感じ、うん、多分そうですよ、コロナ受け継がれて、うん、コールは気づいてましたけど、今は別にやれたらやれないですけど、で、厳しいですね、厳しいですね、僕ら、まあ、18、19、19ぐらいで、新幹本館、みんな飲んでた、うん、免許を出してるんですよ、で、留年とかして、10連覇浪人して、ただち、仙台というか、これようやくもう、みんな2、3年生で、代表者も、ビールももう持ってないね、そうです、はい、はい、誰か二十歳のおかわりですね、ほら、昨日まで鹿児島おったんで、その、寒暖差が18歳飲んじゃダメですか、で、今からね、おさむさんとちょっと動画にはできないですけど、仙台市だから、ね、はい、海沿いをちょっと、ちょっと見に行くんですけど、ね、ライブするとしたらもっと夜中になると思う、はい、皆さん、はい、ありがとうございます。おさむさん、はい、テールスープの意味が分かんないですけど、テール、しっぽ、しっ、何のしっぽが入ってるんですか、牛のしっぽ、あ、牛のしっぽなんですか、いや、分かんないです、テールって、でも、そうですね、うん、え、骨までついてますよ、骨ついてますね、ちょ、リアルです、はい、リアルです
まあモザイクはいらないですね。モザイクいらないですか、はい、食べ物ですからね。あ、そうそう、はい、ネギ、このネギ、白髪ネギ的な、あ、ね、白髪ネギ、はい、おさむさんあんま白髪ないですよ、染めてるんですか。あんまないですか、うん、あんまりないですね。あ、楽しく生きてるから、うん、ですね、うん、で結局これ何か分かりました。これですか、はい、これね、分からないです、分かんないですよ、しょうがないです、しょうがないです、ね、なんでしょうね、これ豚、豚違うかな、牛タンで豚出てる、豚、うん、でもちょっと吉牛のおしんこ風やけど美味しいです、美味しいですよね、これさ、また牛タンがまた合うんですわ、合うんですよね、これね、うん、これ何やと思ったの、これも漬物、これそうそうそう、また、うん、漬物っす、漬物っす、ぬか漬けみたいなやつ、ぬか漬けの、あ、あー美味しい、うん、ちょっと辛めで、うん、あ、めっちゃ辛いです、あ、これめっちゃ美味しい、博多のカラシ明太みたいな美味しいですよ。あ、本当ですか。はい。ですね、仙台。うん。仙台めっちゃいいです。うん。仙台。仙台いいっす。皆さんよかった仙台。仙台、仙台来た方がいいっすね、これね。すげえいいやつ。神戸から飛んでるんで。ありがとうございました。